巻物、見つけておきましたよ。ベビー、あいつは危険です。くれぐれも気をつけてください。そうね。トランクスまで操るような恐ろしい敵だものね。ええ。まあ、トランクスはドミグラにも操られてたけど。ドミグラの時は確かに俺でしたけど、この俺は俺じゃない別の俺で。俺じゃない別の俺って、それ結局俺ってことじゃないの？それは、そうかもしれませんけど。もう、俺のことはどうでもいいじゃないですか。はい、この巻物に異変が起きていました。すぐに向かってください。トランクス、今ごまかしたでしょ。この歴史では地球と地獄がつながって大パニックが起きています。なんだお前も他の奴らみたいにキャーッとが叫びながら逃げなくていいのか。へえ、やるって。なら俺たちが相手してやるぞ。俺じゃない別の俺っていうのはですね、昔俺がタイムマシンで時間移動してしまったことで歴史を変えてしまったことがあるんですけど、その俺が増やしてしまったで別の俺が途中でケビンに操られたトランクスです。今こうしてあなたに話しかけている俺は異国の世界にタイムマシンで移動した方のトランクスなんですよ。だから確かにそっちの俺も俺なんですけど、でも俺ではなくて今はどこでもいいですよ。すみません。こいつ何者だ。そう、なんか知らんが、せっかく死ぬから救助されたのによ。俺たち生き返ってもこんな感じなのか。こんなこと。あるなぁ、オラの想像以上だ。